がめます全能の主あなただけを平和の主あなたを褒めたたえる心から褒め歌ささげあがめます全能の主あなただけを Amen! Good morning! ご機嫌いかがでしょうか。今日は燕三条の手前に来ています。明日は燕三条に入る近くまで行くんじゃないかなと思いますけど、よく梨農園で翔子ちゃんがまた素敵なお母さんがもう25年間呼んでくれて、そこでメッセージを届けライブを聞くって、今度の9月はなんと元久保田早紀法人、今は久米さゆり、彼女が歌ってくれて僕がメッセージを届けます。9月梨農園での講演会、近くにいる人はぜひ来てください。なんか宣伝になっちゃいましたけど、今日あなたに送りたいバイブルからの言葉、ルカの福音書1章の37節、神にとって不可能なことは一つもありません。人には不可能、しかし神には可能という言葉もバイブルの中にあります。これは天使ガブリエルがザカリア、バプテスマのヨハネの父、彼は祭司だったんですけど、その祭司職をしている時に天使が現れて、彼と彼のその奥さんの間に不妊の女性だと言われているのに、バプテスマのヨハネが生まれることを告知してくれた、そういう箇所です。その後にマリアがイエスを見ごもる、その告知が行われるわけですけど、まさに先駆者、イエスを紹介するバプテスマのヨハネの誕生をお父さんに、その神殿の中で仕えているお父さんに知らせ、なかなかそれを消化し受け止めることができなかったので、彼の不信仰ゆえに言葉が話せなくなる一時、バプテスマのヨハネが生まれるまで、その名前はヨハネだと彼は天使に告げられて、その名前をつけるわけですけど、その後マリアに、そのイエスが生まれる知らせをしたときに、あなたのお言葉通りになりますようにと彼女は答えるわけですよね。だからこの対照的な信仰のあり方、まあ人間誰しも完全完璧なものはいませんから、ただ神は不可能なことを可能にしてくれる、神にとってね、不可能なことは一つもありません。信じましょう皆さん。人には不可能、神には可能。メシアが僕たちに与えられるというのは不可能が可能になる知らせです。そしてこの信仰の創始者、完成者、不可能を可能にするイエスに信仰を持つなら、私たちの人生もできないじゃなくてできる、不可能が可能になる。ましてや私たち滅びゆく魂がジーザスを信じることによって救われ、罪許され、東から西へ罪を移し替え、永遠の命が与えられる。まさに不可能と思ったことが可能になる。この可能にしてくれるイエス・キリストに信頼を置いて歩んでいきましょう。今日のあなたの一日がまさに不可能を可能にしてくれるジーザスの奇跡を見る一日となりますように。 Have a good day!